のねさんこんばんは、しもね。さあ、前回スチームマンに負けたところからなんだけど、ちょっと最近死にすぎだな。ダウンロードコンテンツで、まあ、35回、今後のストーリーで20回死ぬ予定だから、予定だけどちょっと余裕持っていきたいからさ、もう負けらんねえってか、そんな強い敵じゃないから。階段降りてきたんだっけ、あいつ。あれ？ん？え？あ、ここは？ショートカットか。What？ 来ないな。あ、来た来た、こいつか。ちょっと下でやろうか。上なんか別の敵いても困るし。さ、スチームだけちょっと警戒かな。あとは触手避けるね。まあ、もう変形攻撃なしで、超ヒット&ウェイでやっていくね。てかさ、これ硬くね？やっぱダメだ。やっぱ、変形切りも入れてこう。変形切りダメージでけえから。はい、はい、はい。硬すぎなんだよな、これ。なんかやばそうだよ！いって、え？一撃食らっただけこれ？ふざけんな。あ、これ強いやつじゃん。結構。これスチームも強えしよ。あ、その武器無知じゃないときは剣なんだ。ほら、はい。それでも単純に2個剣持ってるだけか。あ、やっぱ落ち着いていけば全然強い敵ではねえよ。はいはいはい、スチームが強いね。てめえふざけんじゃねえ。ほらで、触手が結構強いから触手警戒で、スチームはオッケー。ほら、弱くね？弱くね？強いとか言ったら弱いとか言ったら忙しいけど、なんか弱くね、これ。すまん、なんかダメージ重いよな。まあいいや、もう死のうな、もう死のうな。なあ、スチームばっかやってんじゃねえよ、ほら。え、これ女？女だ。今声女だったよね。ああ、女だから触手出せたんだ。なるほどね。ヨセフカさんも女だから触手出せたんだ。何これ。あ、これ呼べんじゃない、誰か呼んでいい、せっかくだから。ダーミアンだって。これなんかストーリーとかやってないと呼べないやつじゃない。これボスなのかな。ってことは呼べたってことは、いや、そんな早くボス来ねえか。何が出るかな。多分決勝じゃない。え、ダミアン、学生の清掃ダミアン。とんでもねえ変態が来ちまったら。何やってんだよお前。お、男だよな。これで女の子だったらそれはそれで燃えるわ。ジジイじゃねえかよ。光ってる。赤い月が近づくとき、人の境は曖昧となり、偉大なる上位者が現れる。そして我ら子が赤子だかが、なんか意味あったはずだけど覚えてないな。待って、学生服みたいなのちょっと見てみる。これだ。お、ハリーポッターみたいだね。全然気に入らなくて速攻で着替える男。え、ダミアンこれさ、どうしよう。普通になんかボスでもなんでもないならダミアンはちょっと雑魚的に殺させるわ。月見台の鍵。あ、さっきの下のとこかな。違う？月見台って違うか。あ、虫の声がする。待って、今いなかった？いた。うーわ、ちょっと気色悪いな。ダミアン迷子らしいよ。なんですぐ迷子になっちゃうんだ。いたいた。はいはい。え、ひるまないんだ、あの攻撃。ダミアン助けて。あ、これダメージ食らんねえんだ。発狂だけか。鎮静剤を飲む。これ鎮痛剤ってずっと言ってたけどね。鎮静剤らしい。はいはい。あー、これ宝箱止まりってことはやっぱりあれか、精霊の抜け殻。何これ、精霊脱皮するなお前。あー、多分魔法かな。ないわ。 あったわ。武器に神秘の力をまたわせる抜け殻。へえ。あー、やっぱここだわ。おお、
誰かいる。あ、じゃあやっぱボスか。行くかダミアン。その前にこいつや。あ、啓蒙上がった。え？しょうがねえ。今宵は見逃してやろう。こいつもほんまキモい。上位者みんなキモいよな。あれ、これって降りるやつ？あ、あ、これ記憶ある。これ変な虫みたいなの持ってなかったっけ。違う？あ、ほらー、ダミアンさん。ダミアンさんは一体何のために召喚されたんだ。一緒に戦うためじゃないのか。あれ、俺こいつ何回も負けた記憶ある。こんちゃっすー。うわ、敵意はないのか。攻撃だけは OK。 うわー、びっくりした。キモすぎー。え、あー、こいつあれか、ケツの穴しか効かないパターンか。頭固いやつじゃない、違う。なんとかの雲ロマン。あ、ダミアンさん来た。ダミアンさん、ダミアンさん、雲任せた。俺は本で叩く。でも頭食らわないやつでしょ。あ、やっぱだ、尻がバツン、尻が。まあ、何でも聞く。なんか怖いと、雲強えんだな、ダメージが、お前。あ、でもそんな、HP は高くないね。これ、雲倒さなきゃダメだね。これ、無限巻きかな。はい、はい。本体攻撃しようがない。いや、でもこんな弱いわけないんだよな。俺何回負けてっからよ。はい、はい、はい、はい。あっぷれ、しゃ、グワリー。え、な、雲増えてない？そんなことない？オッケー、ダメージだ、そっちは任せた。ナイス踊り。おれおれ、硬いな、割と。あ、ダミアンさんも触手使えんの？触手使い多いな。ってことはやっぱりあいつは女だったわ。ジジイかと思ったけど、やっぱあいつ女だ。だって触手プレイできるの。はい、はい、はい。なんだこいつ、HP 半分削ったら攻撃してくるみたいなやつじゃない、これ。わかんない。とりあえず正面立つのキモい。うわ、歩き方気持ち悪い。はい、はい。え、こっから本気かますか。ダミアンさん大丈夫か。どういった。あー、また雲だ。ちょっと一応回復しよっか。あ、なんか構えてる。おお、どっから、隕石やんけ。ダミアンさん、ダミアンさん HP 結構残ってんじゃん。やるじゃねえか。あっぱ、あとは任したぜ、お前に。さあ、こっからだな。この隕石見てるガチでやばいっすよ。何これ、ねえ、鬼畜かこれ。あとはお前に任した。あの攻撃は多分、なんだろう、魔法的なやつなんだろうけどさ、この神秘かな、色的に多分神秘だから、神秘耐性が多い防具でいこう。お、学生の清掃めっちゃ神秘高え。このためだったか。ほう、まあ、いや、ダサいな。これ、頭が壊滅的だ、お前。頭で決まってんじゃねえか、これ。どこだ？来た。さあ、こっから流星群だからな。流星群やばくない？このポーズ取ってる時、流星が飛んでくると。ドロロロ、しかもこれ、かなりかけてないと、避けられないからな。しかも、流星群の頻度高すぎだろ。はぁ、なんだよこのゲーム。神秘上げても全然書けねえじゃん。いや、神秘じゃないのか。ダミアンさん、神秘じゃないな。さあ、どうしたもんかな。いや、さすが俺が何回も過去に死んだ相手だな。来たな。ローリングでいいかな。ローリングがいいだろ、きっと。いや、このクモども相手にしながら、それはきついぞ、さすがに。しかも、あれのホーミング性が半端じゃない。よし。いや、クモども相手にするのがマジきつい。痛い！おう！なんだ？
それはなんだ。下から出るだけか。オッケーオッケー。なんだあいつ、栄翔の仕方の癖強っ。これな、転がりながら栄翔ってなんだこいつ。来たぞ。これはこいつの周りだけか。オッケーオッケーオッケー。見切ったぜ。今回で決めてえな。だいぶ上がってきたことらしい。え、さっきのはちょっと違うね。なんだろう、栄翔が。待ってさ、雲のダメージバカだろお前。これ子供たちのダメージじゃないよ。俺気をつけろダミアン。これ雲を全滅させとくと、あー自分を中心に爆発ってことか。これ雲全部殺しちゃうとなんか雲全員復活しそうだから、適度に殺しておくと。全部は殺さん。殴れ。また瞬間移動か。なんだなんだ、瞬間移動するために雲を呼ぶってこと、もしかして。うだる、なんだこれ。ただこいつのそこは見えたな。はいはいはい、これステップ安定だわ、走ってるより。はい、栄翔の仕方が独特すぎ。これやばいな、ダメージマジで。 SP は常に真ん中に溜まっておこう。お前息子たちもう暗いよこれ。はいはいはい、 OK。 結構この右と左を攻撃すれば顔に当たんないから。痛い痛い、こいつ地味に強いんだよな。オッケー、攻めに入るかちょっと。はい、次の瞬間移動で終わしたいけどね。あ、ダミアン死んだ、ご苦労。いた、お前そんな攻撃思ってたのか。え、ダミアンいなくなった瞬間すげえ心細いんだけど、俺虫大嫌いだから。はいはいはい、くそ、雲がいいし、いい仕事しすぎだろこの子分ども。あまずは高度孤立したボッチを倒していく。いってー、瞬間移動しないな。え、こいつさ急に本領発揮するのやめろよお前。クモあと1匹か。あいつは残しておきたい。全部やった後に復活するっていうのはゲームの、ゲームな、強っこいつ。なんだこいつ、魔法なしでも普通に強いじゃねえか。魔法やべ、きた。魔法に頼るな、お前ぐらいのあの武術、武術持ってんだからよ。いいもん持ってんじゃねえかよお前。あ、瞬間移動しない、終わりにしようか。じゃあこれはなんだ、これ爆発か。それは見切った。はい、クモ、クモが母親の体に隠れてやがった。危ねえ、しっかりお前母親が知るとこ見とけよ。目に焼き付けろ。あぶね、死に果てろ。なんだと、ダダッコみたいな動きするじゃねえお前。おら、あ、あ、ファイルバンガーでやりたかったのに。任せろ、息子は任せろ。あれ、剣族の止血12だって。ほーん、あ、なんか誰かいる。あれ人じゃねえわこれ、石像だ。人だったわ。え、もう頂点外すぎてついでいけん。悪夢のアコゴを探せ。こんちゃーす。これどうする、これアメンドーズだよねこいつ、名前確か。あ、
扉が開いてる。これ開いてなかったところだよね。なんだ、きしょ。あ、これ警棒高いから出てきたのか。これ違う、なんか出方特殊だったよね今。警棒高いからじゃないの。隠し町ヤーグル、隠し町ヤーグルってあれだよね。待って、すっげえことになってる。うわ、あー記憶にある。ちょっとミーティーなかっただけで実はこうでしたよって感じだっけこれ確か。なんだこいつ、お前どこにいたんだ。びっくりした。あー人型安心するね、人型の敵安心する。虫が一番無理。あれこれ赤い月が降りてくると見えるようになるんだっけ、啓蒙がなくても。よくわかんねえな。あれ何もいないの。そんなわけないだろお前。あ、セーブポイントか。ちょっと一旦帰るか。さあお金はレベル分けじゃなくて、うん、これは回復に普通に使おっか。何個買えるかな。あ、いっぱい買えるわ。ストーリー進むの高くなっちゃうから買えるときに買っとかんといかんな。元気しとるか。Was it a beast? こいつは一緒か。Oh, they forgive me. I'm a bit out of soul. So... 結局血は一回しかもらえなかったな。あーこれなんだっけ。こいつもなんかいい結末ではなかった気がすんな。でババアは殺されちまったからもうこれしかいないのか、寂しいな。したらばじゃあ進めるか。あ、何なんだこれ、拷問器具かなんかかこれ。なんかさっきのやつと一緒のやつかぶっとるな。音が気持ち悪すぎるなこいつの。人形じゃ俺は止めらんねえよと思ったけど銃は強くない。オッケー、銃のダメージがでかい。ちょっと待って、ちょ下手くそになってんな。最近ブラボは週1でしかやってねえからどんどん痛くなっちゃう。撃たせんな、やばい。待って、あーやっぱアメンド攻撃してくるわ。おお、はいはい、しゃらくせえ、めんどくせえけど、めんどくせえじゃねえわ、雑だけど普通に適当に殴るわ。やば、圧倒的下手さなんだけど。あ、血石の塊、ついに塊に入ったか。どっちが正規ルートかな。どっちも正規ルートってパターンもありそうなんだよな。うわ、いるね。あ、ジジイか、ジジイだけ。あ、そっちにもいるわ。騙されんよ拙者は。はいはい、おら刀か。は、宮本武蔵ぶるなよ。ヤーグルの鉄兜、鉄兜、まるでダークソウルだな。おお、これ見られてるな。はっ、ねえ、ここは？あー単純にショートカットだったんだね。今来なくてもいいとこだ。このアメンドーズに騙されたな。名前アメンドーズで合ってるか分かんねえけど。怖い、怖いじゃねえんだよ、こっちが怖い。いてえわ、何が怖いじゃんおめえ。俺が一番疑問に思ってるんじゃ。敵の数が多いな。ここ難易度高いね。ほら、怖い、怖
怖い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 、どうして投げる、怖い、だか俺が言いてっつの、なんかネチョネチョ音がすんだよな。アメンドーズが近くにいる音だろこれ。ん？どうしよっか、こっちから見るか。じゃああれ普通に家があるな。 What？ そういう感じか。何？ああ、なるほど、こいつ召喚されてるの啓蒙が高いからと思ったけど違うな、召喚主がいるな。なんか召喚主からやんなきゃいけねえんだな。ハロー、当ててみろよ。復活してねえの、大丈夫だよな。勝った、ここのジャイアン硬すぎる。ちょっと赤くない？このジャイアン、これは単純に、いや赤いぞやっぱこいつ、強化されてんのか、だから赤いんだ、残念だったら。なるほど、とりあえず強化してるやつと召喚マンをぶっ倒さないと危ないな。あいつか、こいつだ。はい、終了。なんか人いない？あ、人じゃないか。なんだ、やかましいな。これ召喚されたやつはさ、本体倒しても消えねえんだな。召喚されてねえのか、あれは。骨だ。どんなミイラのなり方してんだあいつ。なんだ、ずっと銃撃撃ってるやついんな。いやー、道が多すぎるな、あまりにも。全部探索しなくてもいいか。ただ NPC を見逃したくないんだよな。継承、これ死に方やばくない？よっぽど、あ、これ石像かな、壊れねえってことは。死体だとしたら硬すぎるか、切っても切れねえなんて。また召喚してる音が聞こえるな。これチンチンチンって音がチンコってことでしょ。多いな、塊だ。うわー、俺かー、なんだてめえは。あ、え、なになに、なんか、ちょ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 、なんかバカ野郎、バカ野郎、いつの間に、やべ、いや、なんかめっちゃいるんだけど。はいはい、うまく攻撃すれば問題ない。熱い、こいつらどっから湧き上がった、そっち。ババア強えよ、危ねえな。いやー、雑になってんな、プレイが。レーザー撃ってくるってことは走り抜けなきゃいけないのか。何がやばいって、これババアどもが食らわねえことなんだよ。あ、食らってんのかこれ。やばい、レーザーの頻度が半端じゃなかったと思ったより。おお、食らってるわ、ワンパンじゃんババア。はいはい、おらおら、くっそ、なんやねんこのマップ、駆け抜けるしかねえ。うわー、駆け抜けろ。
よし、追ってこれねえだろ。全員焼き殺されんだろ、アベンドーズに。穴開いても欲しいけどな。まあいっか。オッケーオッケー。おっと、ちょっとそれ、あー安心する、すっごく安心する。下になんかいるね、カリウドだな、あれ獣か、下カリウドだろ。近いなー、近え、怖え。レーザーやめてくれな。また召喚主がいるな。おお、いや、やっぱ強化と召喚なのかな、多分強化と召喚っぽいよな。銃ってやついいんだ、どこだ、裏か。そんなところにいたのか。アイテムも今あったしな。どこだ、ああここか。あれ、こんちゃーす、さよなら。いやー、なるほど。あれ召喚の人どこ行った。え、マジ強化されてるから半分ぐらい削られるね、一撃で。さあどうすかな。まず先手必勝で一匹殴る、何回も殴る、何回も殴る。銃の方が厄介だな。あ、こいつとどめさして、こそこそ銃やろう、ちょっとやっといて、とう！オッケー。でこいつはパリーをしつつで、どこにいんだ。ああ、そんなとこにいたのね。まったく、もうテレアなんだから死にやがれ。オッケーオッケー。これで強化解けたとかないかな。どう、あー、やっぱり防御力が倍いってえな。なんだお前、あ、蘇ったんだ、金鳴らしたから、あいつが。便利だねー。おお、びっくりした、なんだお前。あ、強化されてないとバリオエーは。あー、輸血液、あっこはここでありがてえな。全然輸血液落とさなくなっちゃったから、ここらへん。え、これ暗くない？暗いとこ嫌なんだけど。あ、さっきの下流とかいたとこだか。これは？なんでもねえか。ん？なんか細いな。カリウドじゃない？いや、カリウドだね。待って、なんか奥にもいるわ。二人か。なんでこいつこんな変態みたいな格好してんだ。ほら、おれ、なんだこいつ。あ、二人来たね。なるほど、ペアで俺を狩ろうってか。おい、なんだ、2対1なら俺を狩れるとか思っ、え、3人いる、3人でした、すいませんでした。やべえ、これどうすんだこれ。狩りと3体相手ってやばくねえか、これ普通に。おい、そういう感じかよ。はぁ、こいつめっちゃ死体蹴りするやん。え、これどうする、てかどこに隠れてた。あー、下にいたってことか。オッケーオッケー、多分ここにいたんだろう。ほらな、おい、バレて1対1だな、コッパー。むしろ下のルートがあったのが驚きだよ、俺は。なんで、なんで、なんでなん。どうやって仲間来たんだよ、おかしいだろ。うわ、こいつファイヤースチーマーかよ。さっきのさ、お
俺を一撃で仕留めた大砲野郎、こいつか、こいつは大砲持ってんの、こいつからやんなきゃダメだな。これやばくね、間違いなく最難関だな今まで。難易度化けすぎて笑えねえわ。モグラの HP 高かったからな。普通に通常技のダメージもすごいと。なんなんだよこれ、こんなん勝てるわけないやん。どうやって勝ったのかこの俺、俺のことだから勝つまでやるからな。どうせ過去の俺はどうやって勝ったの。だって見て今の HP、 あんだけなくて全く削れないんだよ。どちくしょうやないかーい。 なんだこのゲーム。もうない高すぎて笑いね本当に。どうしたもんかな。ほら無理だな、100回縛りやってる時にする相手じゃねえな。下行ってみるか。うん、なんかやばいの言いますね。おーおー、こっちはどうだ。あ、なんかやばいの言いますね。なんでもねえな、ここ。てめえどこまで上げてくんだ。あ、積んだくせ。この獣と戦えや。それが狩人の使命だろうがよ。絶対許さねえ。出待ちしてやる。ごめん。硬すぎだろう。このモグラが身軽で足早いからこのモグラからやるのかな。でも一匹殴ってるともう一匹がさ、ドヤ顔で。何それ。いやー、モグラ削ったぞ頑張って。階段を逆に使うんかな、もしかしたら。さっきの大砲も怖いんだよな、一撃で削られたからな。うおー、 OK、 大砲耐えた。ねえ、もうやばくない、楽しくないんだけどこれ。こんな3人相手にしても何も楽しくないんだけど。強者を1匹連れてこい、俺の前に。もしかしたらこれは、駆け抜けた先に、分けて戦えるところがあるのかもしれない。それを信じて前に進むか。なんだ？うん、なんかやばいのいるな。なんかやばいのいるな。こんちゃーす。しかも追いかけてきてんじゃん。なんなんこのゲームマジで。ほんとに。どないなってんのお前。ショートカットっぽいけど。おうおうおう。お、一匹だけじゃん。なるほど。ここは、な、一匹だけじゃなーい。一匹だけじゃなーい。でも二人か。二人がね、ちょっと狭いけど、二人か。いける。え？何やってたこいつら。離れすぎたか、自分の持ち場から。バカが。ここまで来ると二人なんだね。いや、これ二人になっても十分強え。なんだあいつ。いや、これ実質1対1じゃない、あいつが変な動きしてるからさ。散々苦しめやがったら俺のこと絶対許さねえがんな、おめえら。おい、どうした、その程度か。ほら、持ち場からあいつ離れすぎて AI が狂ってる。ほら来いよ。どうした、なんで10倍できるんだバカ。お前危ねえ。マジか、今のタイミングの10倍できてない。待て、モグラ覚醒した、モグラ覚醒した。ふっ、あっぶな。急に覚醒すんなよ。いや、10倍が効かないのかこの状態。なんかちょっと変な状態になってるよね。
ほんとダプトプラモの状態じゃ、状態以上つか状態はよくわかんねえわ。どうした、怖いか俺が。あんだけ3対1で頑張ったのにな。不死身なんだよこっち。俺終わりだ。変態みたいな格好しやがってお前。爪痕。おう、大砲くんもな、な、お前1対1だな、1対1じゃな、使えねえな大砲。ほら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 、この武器なんだ、槍か。1、2、壁に追い詰めればいいわ。ヒルモンだし、はい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 、いってやっぱこいつ遠距離じゃない、大砲撃ってこねえんだ、近距離じゃ撃ってこねえんだ。モグラが一番強いのかな、あいつが前衛だしね。はい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 、それにしても一匹一匹硬すぎだろ。この硬さでさ3匹同時に襲うってさ、もうさすがフルムって感じだよな。鬼畜の修行だわ。さよなら。水銀弾20個だけ？しけてんな。安心しろよ。うわあ！びっくりした！本当にびっくりした！買った！なんだこれ！おー、びっくりした。本当にびっくりした。こいつ硬すぎちゃうか？ひるんでくれんのはさ、お利口だけど。なんだこれ、キメラみたいな。キモすぎん？心的にキモすぎん。ここはさっき下来たところのあれか。ほんとにわけわからんとこばっか歩いてるような俺。もういっか、先に進め。デスカウントこれ以上稼げない。隠し町ヤーグルの NPC 見てないっぽいから、さっき調べたらさ。もう行くべ。さっきの気持ち悪い敵で、あいつか。索敵範囲は相当広いね。やばくない？え？こいつ植木鉢に埋まってんだけど。敵が硬いのか、こっちの色が足りてんのか分かんないけど、とにかく硬いな。横にいれば大丈夫感じかな。そんなことはないね。まあまあまあな強さか。雑魚的にしては体力高すぎやなこれ。セーブポイントだらちょっと、セーブポイントだったら俺あれだわ。これ何？熱い？撃たれたんか？なんで俺こんな光ってんだろう。セーブポイントないかな。あーはー、ごめんなさい。やばい、今日はそろそろ潮時だな。完全に集中力がもない。無駄な動きばっかしてるから。セーブポイント早よ。こいつがさっき銃撃ってたの。え、待って、なんかやばいとこあるんだけど、何あれ。これショートカットかな。ああ、これどこ行くんだ。これがあれかな、落下したところに行くんかな。そうであってくんないと。ああそうだ、オッケー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 、一旦帰るべ。ああ、強化できるわ。あ、もう塊だったんだね。これで141か。プラス5でこっち144なのにプラス7で141だ。確かにこの武器はやべえな。どんだけ強いかよくわかるわ。はあ、なるへそ。まあ今日はこんなもんやろ。ちょっとやばいな、プレイがあまりにも雑すぎるな。これなんかもう普通に死にまくってさ、
100いっちゃいそうだわ。さらば。